先月の衆議院選挙で民主党に大敗して野党となった自民党の新しい総裁に谷垣禎一氏が決まりました。自民党は今日午後、党本部で両院議員総会を開き、麻生前総理大臣の後任となる第24代総裁に谷垣禎一元財務大臣64歳を選出しました。自民党総裁選挙は開票の結果、地方票と国会議員票を合わせた投票総数499票のうち、谷垣氏が300票を獲得し、河野西村氏を大差で破りました。谷垣禎一君が当選者と決定いたしました。党の改革も待ったなし、思い切った改革が必要でございます。我が党がもう一回政権に復帰できるように全身全霊を傾けて職務に当たらせていただきたい、このように思っております。この選挙戦を通じまして、私が兵庫として参りました。みんなでやろうぜ、この言葉でもう一回党員の皆様、そして国民の皆様にお訴えをいたしたいと存じます。野党としての自民党総裁の選出は、河野洋平前衆議院議長が当選した1993年以来16年ぶり2回目で、任期は2012年の9月末までとなります。谷垣新総裁は一両日に幹事長や国会対策委員長ら新しい執行部の陣容を固めます。新しい自民党総裁に谷垣氏が選出されました。こう言っては何なんですが、盛り上がらなかったのは野党になったからなのか、それとも原因が他にあるのか、どうなんでしょうね。なぜなのか、テーマはね、山ほどあると思うんですよ。で、私はね、地方と本部総ぐるみでのね、国民向けの総括がない、その辺が一番大きな原因じゃないかなと思うんですよね。で、これじゃあね、国民もメディアもね、飛びつきません。で、ちょっとフリップ出してください、はい。これは共同通信が自民党の各都道府県連の幹部に出したアンケートをまとめたものなんですけれども、はい、やっぱりね、政権投げ出し、これはリーダーシップの欠如ですよね。麻生前首相の資質、総理としての見識、マニフェストの内容、無党派層を取り込めなかった、解散総選挙のタイミングの問題も、これが上位に上がった点なんですよね。でもこれだけというよりは、もしかしたらまだまだあるのかもしれないんですが、今後再生していくためにはどういったことが必要になるんですか。そうですね、やっぱり党再生に必要なこと、まずはね、今も挙げたようにきちんとした総括をしてね、保守層をね、再び呼び戻すためのね、体制の構築が必要だと思いますね。やっぱり谷垣さん、さっきの就任演説で、政治は国民のものだと、自民党の結党の時の言葉を挨拶に込めましたけれども、私は初心に帰って、3年稽古の気持ちって、よくね、相撲とか武道ではね、3年先の稽古をしろって言うんですけども、そういう気持ちでね、立て直しに当たってほしいと思います。野党としてどう出発するのか、早く道筋を立ててほしいですよね。